お、隊長殿。なんだ、様子を見に来たのか。改めて一通り話は聞いたし、説教もした。だが沙汰は隊長殿が下してくれ。今回のことはどう考えても大問題だし、新選組時代なら極中法度で切腹だ。そうかい。ま、なら一度隊長殿も話をしてみた方がいいかもな。次バカなことしたらぶっ飛ばすって言っといたから、さすがに二度もふざけた真似はしねえだろうさ。いや、こっちこそ申し訳ねえ。隊長殿には新選組時代の仲間が迷惑かけた。大ごとにならなくて本当によかったよ。ああ、それはだな。俺の口からは言いにくいんだよな。悪いんだが本人から聞いてくれ。なんつうか、しょうもねえっちゃしょうもねえんだが、今は本人も反省してるみてえだからよ。おう、それじゃあな。嘘つかされてもうた。おしまいやわ。はあ、いっそもう川にでも飛び込もうか。すぐ死なんでもそのうち刀が錆びて消えるやろ。隊長はん？なんでここにおんの？はあ、せやったんか。そら大きに。何聞かれても正直に答えると思うわ。隊長は？お人よしが過ぎるといつか悪い人に騙されるで。はあ、もう隠してもしゃあないしな。わて、局長のことが大好きなんですよ。それで局長に近づく悪い虫が許せんのです。だって局長が楽しそうに人の話をしはるから。最近知り合ったばかりの人を昔からの仲間と同じくらいに。あないに嫉妬したの初めてやわ。
それに、あないに怒った局長も初めてかもな。今まではなんやかんやと怒られんように立ち回ってきた言うのに。はぁ、あ。の隊長班が私と一緒に謝るんですか？おかしいでしょう。まさか潰してしまおうとした相手からこんなに真剣に慰められるやなんて。隊長さん、今回は本当に申し訳ありませんでした。私の嫉妬のせいでご迷惑を。危険な目に遭わせてしまいすみません。謝って済むことではありませんが。いいえ、今回のことで私も考えを改めました。隊長さんのことは認めないわけにはいきませんね。局長が気に入った理由も少しは分かりましたから。